ああ、なんかすごい早いですね。もう2時間もやってるんですね。昔、オジンヌが、一晩、狩ろうぜでしたっけ？ん？なんか、一狩り行こうぜをもじって、一晩狩ろうぜかなんかをやってて、で、8時間やってた、ですよね、確かね。8時間ってすごいなって思ったんですけど、なんかね、できそうですね。なんか2時間もやった感じが全然しない。じゃあまた連れてって行ってもらおうかな。ガクさんについてこう。あ、なんか青いやつ。青いやつちょっと回収していきましょうか。もういたのかな。あ、ドリンク、ドリンク。こういう基本的なドリンクとかそういうのはちゃんとできるようになりたいですね。あとはなんか、なんとか弾とか、なんとか爆弾は、徐々に覚えていきましょうね。すごいですね、ここ真っ赤。真っ赤っかですね。ヒコさん、ボル、割と火力強いからごち、あ、そうなんですね。ええー、じゃあちょっと、あんまり近づくのやめようかな。どこ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 、どこですか？あ、いた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 。これはあれかな？ジュラトドスの溶岩版みたいな感じですかね。あ、でも歩く歩く。ジュラトドスは歩いて、あれ歩いてたっけ？ちょっと待って。それを聞くとあんまり近寄りがたい。何してんの？観察。いやいや、見て見て、切ってる切ってる。すごい切ってるから。すごい切っちゃってる。あ、でもね、ソフトソフト。非常にソフトですね、体は。切った感じでね、最近わかる。できるお芋ですね。あれ、硬い硬い。硬い硬い。刀を通じてわかっちゃう、できるお芋ですね。よし、一回分溜まった。よし。いざ、神妙に、ザク。ああ、いなくなっちゃった。もったいない。ヒコさん、皮膚の質が変化する。あ、そっか、さっきおっしゃってた、あれですね。お風呂か、お風呂じゃないや。お風呂から上がると 硬くなるんでしたね。ああ、ちょっとなんか穏やかじゃなくなってきた。で、これ、芋煮のモンスター図鑑は基本ちょっと一人討伐でモンスター図鑑を集めていってるんですけど、これ 一人で倒せる日来るかな？ さっきの裏眼筋と いう。パキシムさん、マグマ入ってくるとき、溜め長かったら、高ダメージの中から気をつけてです。ありがとうございます。親切にありがとうございます。いやー、最近ね、モンスターがとても楽しいんですよね。最初からすごい楽しいゲームでしたけど。謎の中毒性に、第何期かな？第何期かの謎の中毒性に襲われてますね。皆さんいけるいけるようです。ありがとうございます。
いつか一人で、モンスター図鑑用に。結構このね、上位のオドガロン装備自信あったんですけどね。新しい土地来るとやっぱり、ちょっと頼りないですね。よし。離脱。離脱ですね。離脱して、ほいで、なんで来るの？なんで、ちょっと待って、4分の1でさ、わざわざ研いでるところに。これですね。モンスターハンターの闇ですね。よし。最後の芋味の攻撃が効いたな。もうすぐ始まった。わあ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 。マグマ眺め。あれかな？上向いてなんかすごい溜めてる時かな？硬い硬い。結構でも裏腕筋さよりはやれてる気がする。こっち先かな？もしモンスター図鑑作るなら。もう潜った潜った。なんかね、あんまりパワーが減らない。ああ、でも1対1だったらそっち向けてくるから、そっか。状況は変わりますもんね。あ、てか今、そっか、フェアさんがひょっとして 豆に回復してくれてるからか さも自分が パワーが減ってないかのように言ってたけど。ザクの森、ザク太郎。いけない。もう素早く足元に入り込む。ちょっと待って、ちょっと待って。お父さん、優秀な介護士がいますね、ですです。フェアさんの回復のことですかね。さっき、広域化で回復をっておっしゃってましたもんね。ちょっと待って、芋味燃えてない。こけてるこけてる。これは貢献。唯一貢献できる。兜割りですね。あっと、来ないでほしい。ちょっと待って。なんか、やたら芋味の方ばっかり来る。あ、今決定的瞬間を見ちゃいましたね。フェアさんがね、すごい回復してくれて。さも自分の手柄のように言ってましたね。結構ね、切れてるような気がする。あ、これかな？このための時かな？ジュラトドスのお兄ちゃんですね。足元硬いですね。このね、足の付け根の、いや違う。今全体が硬い時期なんだ。
おう、ちょっと、穏やかじゃない。今ですね、すごい音が外でしたんですけど、多分事故が起きたと思う。すごい音がしましたね、今。ただならぬブレーキ音と、なんだろう、シャッターかな？なんかすごい音がした。タクシーさん、体のうっすら赤い部分は柔らかい。あ、ありがとうございます。ちょっとそこ狙う。あ、ちょっとさ、怖い、怖い。すご、あのね、これさ、赤いんやろ。今ね、すごかった。なんかね、お芋のね、家の前、細い一車線ずつの道路なんですけど、直線なんですよ。すごい、ずーっと直線の道で。あのね、すごい飛ばすんですよ。もう子供が出てきたらどうするのっていうぐらい飛ばすんですけど、多分その飛ばしてる人の誰かが今ね、今すごいブレーキ音がして、その後、ガッシャンガッシャンすごい音してたんで。はじめさん、うわーですです。ちょっとこれは見に行かねばですね。いや、かなりの事故だと思いますね、今の音は。そうだ、パスを廃車っていう感じ。芋いや、迷惑なぐらい安全運転なので。まあ、安全運転すぎるのもね、迷惑だと思いますよね。ヒコさん、自己配信 ある意味そうですね。すごい音したもん、今。どっかの建物に突っ込んだんじゃないかな。というか、歩行者、大丈夫かな。ヒコさん、事故るより全然マシ。そう。だからね、よくね、後ろからね、すごい、せっつかれてますよ。ああ、もうちょっと、研いでるでしょうが。やばい。死んじゃう。離脱。まず、回復優先ですね。回復して、ツイッターに写真アップよろです。ちょっとね、この戦い終わったら、5分ぐらいちょっと行ってきていいですか？ いや、今のはね、もう絶対ですね。すごい音したの。でも洋服着なきゃ。このままではいけない ちょっと、だいぶね、だいぶ薄着なんですよ。このままでは外に出る。父さん、前はさっきお芋さんのパスタに突っ込んでるって捉えたい。あ、そういうことね。あのね、お芋のパスタはね、近くに駐車場が借りれなかったので、どれぐらいかな？ 200 メートルぐらい先に駐車場が借りてあるんです。で、結構ね、お芋のマンションの真ん前ぐらいで音がしてたので、多分ね、大丈夫だと思う。てかね、本当に歩行者とかね、お子さんとか巻き込まれてないか、それが心配ですよね。ヒコさん、この戦いが終わったらですね、ちょっと行ってきますね。ヒコさん、ワイの頭薄いや。なんかお昼もツイッターで話してた気がする。あ、あバゼルギウスってここにも出るんですか？ これはもういかん。これはもういかんですね。バゼルちゃんも来たんですけど。
ああ、救急車の音してる。あのね、芋美の住んでるところはですね、300メートルぐらい先にもう消防署があるんですよ。だからね、すぐ来れると思う。もうね、いつも通勤の地下鉄の駅に向かうときに、消防署の横を抜けていくような感じなので、消防車、救急車すぐ来れる場所ではあるんですけどね。父さんあかんやつやんけ。そうですね。いや、だいぶね、本当にすごい音したもん。これもあれじゃないですか。お眠りタイムじゃないですか。あんまり。あれかな。お尻ついちゃいけない時間かな。ねんねこする時間ですよね。これも。あ、早い。早っ。早っ。ガクさん、フェアさん、ヒルイさん、ありがとうございますです。なんかね、柔らかかったけど、タフだった、この敵。名前何でしたっけ？ お魚ちゃん。ガクさんお疲れ様でした。こちらこそです。ありがとうございます。お名前忘れちゃった。ちょっと、お魚ちゃん。あ、ボルガノスですね。ちょっと待って、これ、写真結構かっこいいんじゃないかな。アルトヤヒイラギさん検索。着から着替えて、いってらっしゃいませ。ありがとうございます。あ、結構かっこいい。写真一応撮っとこうかな。かっこいい写真の時は撮っときましょうね。バキシルさん、スリンガーの照明弾か、貴族性武器で攻撃すると、肉質柔らかくなる。あ、ありがとうございます。すごい親切に。ありがとうございます。ホテルさん、ミテラーです。ありがとうございます。ちょっと行ってきますね。ちょっとでもね ちょっとね、今すごい格好だからね、ちょっと着替え、5分お待ちください。ちょっと行ってきます。写真も撮ってきます。